秋篠宮家の長女、眞子さま、29歳と、婚約内定者である小室圭さん、29歳の結婚問題をめぐり、納采の儀を行わない可能性があると、複数のメディアが報じている。その根拠は、秋篠宮さま、55歳のご発言だ。まず経緯を振り返ろう。眞子さまと小室さんは、二人が国際基督教大学に通っていた頃に知り合い、交際をスタートさせた。2017年9月に、婚約内定が発表され、記者会見が行われる。ところが、その後、複数の週刊誌が、小室家の金銭トラブルを報じた。2018年2月、納采の儀などの結婚関連の諸行事を延期すると、宮内庁が発表。さらに、秋篠宮様は、2018年11月20日、記者クラブの会見に応じられた。誕生日が30日のため、事前の質疑応答が開かれたのだ。秋篠宮様のご発言を主な根拠として、納采の儀を行わない結婚が取り沙汰されているというわけだ。しかし、納采の儀を行わないということが、どのような意味を持つかわかる人は、どれほどいるのだろうか。1900年、皇太子、吉見仁親王の結婚式が行われた。日本人が親善結婚式、披露宴、新婚旅行などを知った初めてと言われている。もちろん結納だから、納采の儀は結婚式の前に行われる。皇室の正式な儀式のため、一般庶民の結納と比べるとはるかに重要だ。皇后雅子さま、57歳が納采の儀を終えたと伝えた記事で、当時はまだ小和田雅子さんと報道されていた。記事は、雅子さまが準皇族になられたとし、今後は、公の場にもお二人揃って出席することになる、と伝えた。納采の儀を得たことで、未来の皇太子妃として正式に処遇されることがよくわかる。天皇皇后両陛下が行われた納采の儀を振り返ってみよう。目を引くのは、天皇家から、お和田家に、供え物として、鳳凰台2匹、清酒6本、絹地五冠が贈られたことだ。納采の儀が終わると、鯛は、お和田家と、付き合いの長い鮮魚店に贈られ、刺身や切り身などにさばかれた。その後、大皿などに盛り付けられ、お和田家に戻されたという。全部で50人前近くになったとみられ、お和田家のご近所にお裾分けされたと記事は報じている。鯛は、宮内庁が、東京築地の水産業者に注文した最高級品。推定で1匹10万円だったという。絹地は、皇居、もみじ山養蚕所で取れた糸が一部に使われ、京都、西陣の織物業者が織り上げたという一品。清酒も吟醸酒と、まさに名品揃いと言っていい、黒田良樹さん、56歳と、佐弥子さん、52歳の納采の儀となると、黒田さんが、市井の人だったことから、対応が大変だったようだ。2005年の3月に行われたが、黒田さんのいとこの男性が、納采の品の目録を携えて、皇居へ。もちろん、男性は正装のタキシード姿で、宮殿の、桂の間には、絹の福寿2貫、清酒3本、仙鯛2尾が並べられた。やはり雅子さまが受け取られた品目と全く同じだが、予算の問題は大きい。関係者の配慮が垣間見える報道がある。納采の儀という儀式を大切にしながらも、降嫁されて民間人になられることも踏まえ、新婚夫婦の実用性にも細かく配慮したことが伺えて興味深い。一方の小室さんだが、ニューヨークにおける生活費は、現在、かつて勤務していた法律事務所が負担していることが明らかになっている。美智子さまは、初めて民間人として皇室に嫁ぎ、様々な愚弄に直面されながらも、すべて自分の意思で道を切り開いていった。眞子さまや美智子さまのお心が痛むとなれば、確かに一大事だ。しかしながら、その原因は誰が作ったのかという問題は重要だろう。